では次にですね、ちょっと変わった趣向をご紹介したいと思います。現在のコンピュータミュージックですね、これにヴィンテージシンセを加えたらどんな風になるか、ちょっと実験っぽいことなんですけど、やってみましょう。今ここにですね、そういうセットを組みました。ここにマックがありますけど、ここには、オーディオギャラリーの502がセットされています。いわゆるビジョンの 1.44 の J ですね、すると 05RW ですね。それからここに M1 があります。それからここに MS20、MS50、SQ10 のこの黄金の塗料ですか、これがあるわけなんですけど、随分汚らしく配線されてますけど、これもちゃんと意味があるような配線されてます。ちょっと紹介しましょう。まずこのコンピューターの方にはですね、実は16分音符のタタタタタタタっていう、そういう音符が入ってるわけです。でこれはどういうふうなところにつながってるかっていいますと、実は M1 に送られてまして、 M1 のですねカリンバの音を鳴らしてるわけです。ところがですね、これは鳴らしてもですね、音は実はスピーカーから聞こえてきません。実はこれはあの実は M1 は4つアウトありますよね。このうちの D のアウトを使いましてですね、この今赤いコードがいってるんです。これをここにそのカリンバの音を出してるわけです。で何に使ってるかって言いますと、この MS20 のエクスターナルシグナルプロセッサーっていうところに通しまして、ここで音声信号、カリンバのカカカカカっていう音からですね、トリガー信号、つまりシンセサイザーの、エンベロープジェネレーターを起動するための信号を作り出すわけです。それによってですね、SQ10 を動かしまして、そして SQ10 の方ではシーケンスパターンを組みまして、それでこれで MS50 とか MS20 を鳴らしてるわけなんです。なかなか複雑なことをやってます。でもちろんあのデータの方には、あの Mac の方のデータの方にはですね、別なドラムの演奏であるとかベースの演奏が入ってますんで、それも合わせますとですね、なかなか面白いサウンドが作れるんじゃないかと。では実際にですね、これに合わせて生演奏をしてみようかなと思います。ここにありますウェーブドラムですね、それから後ろにありますけど 700S ですね、ここら辺も合わせて使ってみたりとかして、ちょっとやってみましょう。じゃあやる、スタートします。皆さんいかがだったでしょうか。M1、こういった最新のデジタル楽器ですね、こういったものとヴィンテージシンサイザーを使い合わせる、これもなかなか面白い組み合わせだと思うんですけど、また新たな可能性が出てくるんじゃないかと、思います。ぜひ皆さんもお試しいただきたいと思います。では最後にですね、加藤会長から、現在のヴィンテージシンサイザーブーム、そして今後のコルグ製品の動向についてのお話を伺っております。これを伺いながら終わりにしたいと思います。面白いその特徴があると思うんですね。うちとね、北郎って非常に近い中ですけども、で彼がいまだになんであの古い楽器に固執してるんかと、でもなんで彼がいまだに、特にアメリカなんかでは非常に北郎といえばね、レコード店でね、ちゃんと北郎ってコーナーがあるんですからね、どうしてかっていうと、やはりね、世の中のそのミュージシャンが全部新しいもんへと移行していく中で、一人だけもう
延々と同じ楽器を使ってるわけですね、もう今でもそうですから、やっぱりそういうものがね今持って新しい旋律に聞こえるんじゃないのかなと。で僕はねずっとねこのアナログからデジタルに移行するに従って僕は彼によく言ったことがあるんですよ。おい、なんで700の音を出さないんだと、そんなもん出ますよって言うんですよ口では。出ますよと言うけどついぞ未だにあの音は出ないんですよね。でなんかサンプラーでね音を取ることはできますよね、でもねあれは違うんだと、もう絶対に僕はその時の700の味っていうのは今のワークステーションのキーボードで出ないと、僕は出ないと思ってるんですよ、だから僕はヴィンテージって言われてるモデルが今いろんなものに対して注目されてますね、車でもそうです。僕は単にねあれはその古いものに対する同系っていうふうに取っちゃいけないんだと思ってるんです、これはね実を言うとね僕ね昔ね彼らにこういうこと言ったことある、俺たちは電気エレクトロニクスの技術者じゃないと、こう言ってるんですよ。じゃあ何だと、俺たちは楽器作りの職人だと、ね、いわゆる弦とかバイオリンとかとそう弦とかあるいは何だ太鼓の革とかの代わりにエレクトロニクスを使ってるだけなんだと、そういう表現をね僕したことがあるんですよ、でそれがねメーカー自体もどんどん職人じゃなくなってって電気屋になってっちゃって、で使う側もだね職人じゃなくてもうなんか何て言うんですか、簡単に言うとはほら最近のあの建売り住宅の大工ですよ、もうできてるものをこう組み立てていくだけという、ノコギリも使わなきゃカンナも使わねえと、ね、ネジで締めるだけですか、そうですよ、機械でポンポン釘打つだけでね、でやっぱりそういうところをねなんとか僕はやっぱり修正さないといかんと思うけど、これ一旦ねその優しい方向行っちゃったやつをね難しい方向に戻すというのはもしかしたら難しいことかもしれないけども、だからそういった意味でヴィンテージファンが増えるということは再びそういう時代を呼び戻すためにもとてもいいことだと僕は思いますね、だからさっき言ったあなたが言ってたそのいわゆるウェーブドラムなんかはもしかしたらエレクトロニクスの本当の楽器かなと。そう、まあでもあれをねミュージシャンがどのように今後扱ってくれるか、まあ我々もですねああいう形にしちゃって良かったのか悪かったのかということではまあいろいろそのまあ疑問もあるんですよ、あるけどまあ第一弾としてわからないながらもまあああいう形にしちゃったと、でこのあとユーザーが何求めてるかということに対して、まあ、より楽器らしいものを作りたいなと思ってるんですけど、僕はあの本当あれちょっと高いですからね売れるか売れないか分かりませんけども、売れなくてもあ久しぶりに楽器を作ったなという自家満足だけありますね。なるほどね、いや今後にもまたそういう意味じゃ期待が持ってて、そういうやっぱりそう人間臭い部分とか、そうですね、そういう、まあ、まあ単なる電子機器じゃなくてそのやっぱ血の通った楽器っていうのが今後登場することを非常に期待したいと思います。そうですね。